時からやります。こんばんは。今日は何しますか。今日暑かった。いやマジで暑かったし、今日やばかった。皆さんも大阪だけ。なんかさ、南海トラフ来るってさ、昨日はデマの情報やと思うけどさ、ツイッターでトレンド入りしてんの見てさ、やばって思ってたけど、あの夢で、マジ大地震来てて超焦った。よかった。嘘で。暑いよ。暑かったね。暑かったけど、でも今日は外に出ました。うん、武田バーベキューさんはね、また私も出たい。楽しかった。お料理、今日もお料理したんですよ。楽しいですよね。暑い。もう半袖着てるもん今。超暑い。日中が暑いですよね。今は太陽がもう出てないからあんまりですけど。フレンチトースト食べたい。今はもうほんまに作れるもん。卵割ってで砂糖入れて、牛乳入れて、牛乳からか、牛乳生クリーム入れて混ぜて浸して、穴開けて裏返して、裏返して裏返して10分置いてフライパンで焼くだけ。超簡単。夏好き、大好き。夏好きやからもう外に出たいです。出ていいですか、もう早く出さして。出てるけど、そう、作るの好き、食べるのも好きやけど、一人ではね消化できないからね。うん、何しますか今日は。何しよっかな。あ、ドラフト2期5周年おめでとう。ありがとうございます。そう、立ったんですよ。ありがとうございます。6年目も頑張るぞ。ハンドクリーム塗ります。アンケート？アンケートもらえばな。アンケートするじゃん。何か最近生きてて気になることありますか？これはみんなどう思ってんねやろうって思うこと。世の中の人はどう考えてるんやろっていうやつ。ありますか？何か。ほら、もうチョークがこのぐらいまであったけどね、減ってきたよ。え、何聞こうと思ったんかな。もうの
のこたけのこ、あれきのこの山かたけのこの里ってこと。あ、二択でいきますか今日は。じゃあどうせやるなら何個か選択肢欲しいですよね。何個か選択肢あるの何やろな。前は好きなアイスの味とたこ焼きの味付けの仕方と、あと目玉焼きには何をかけるかっていうのをやったんですけど、なんかいいのないかな。好きな卵料理、それもいいですね。好きな麺類、おーいいですね。好きな丼いいですね。サラダドレッシングいいね。あ、ラーメン、ラーメン結構分かれますね。好きなラーメンの味、味っていうの、醤油か豚骨かなんか塩か味噌かっていうのは、好きなラーメンの味、ラーメンは何派でいいか。これ結構私気になっててん。何があるかな。豚骨、なんかさ、いつも挑戦しないんですよね。いつもね、王道のやつ行くからさ、これで1位になったやつを次は行ってみようかな。醤油、最近食べたやつな。じゃあ6番その他にするな。今上がってんのは1豚骨、2味噌、3醤油、4塩、5、あと1個なんかコアじゃなくてなんか王道なやつはもうないかな。何その鶏白湯って何。何鶏パイタンって、鶏パイタンは分かりません私。え、あれ難波にできた、あ、担々麺ね。難波にできたあの上のエディオンの上、エディオンやったっけあれ。麺ってどんな感じだ。あ、分かった、どこにあるんですか。知らんわ私。はい、では皆さんはラーメンは何派ですか。1豚骨、2味噌、3醤油、4塩、5担々麺、6その他。私は味噌、味噌が一番好き。この前、この前というかめっちゃ前、おんちゃんとあのその難波のエディオンの上の味噌ラーメン行った。急に食べたくなって。味噌ラーメンやったっけあれ、
めっちゃハマったんですよね。なんかどれも好きやなっていう人は最近食べたやつ。なんかでもその店オリジナルのを食べることも私あるから、なんか絶対味噌っていう人ではないけど、でも王道に好きなのは味噌なんですよね。うん、全部好き。いやほんまにそうやね、全部好き。塩を最近食べました、塩ラーメン。美味しかった、あっさりしてて美味しかったよ。塩もよかった。あ、一蘭ね。一蘭はもう鈴と何回も行ったな。学校帰りに一蘭行ったこともあったし、公園前ちょっと時間ある時はレッスン着で行ったりもしたんかな。一蘭美味しいですよね。一人では行ったことないけどな。お、じゃあそろそろ締め切ります。ラーメンは何派？1番豚骨、2番味噌、3番醤油、4番塩、5番担々麺、6番その他。では締め切ります。5、4、3、2、1、ひょりょー。あ、え、そうなん、味噌って王道なんですか。あ、やば、結果書くとこなくなっちゃった。ね、味噌が1、豚骨が2、醤油が3、塩が4。あれ、その他が多い。このその他って何なんやろ。担々麺は、でもそっか、担々麺さ結構さあのいろんなお店が出してるからすごい支持されてるんかと思ったけど、え、何やったっけ、その鶏パン屋やったっけ。台湾ラーメンって美味しいんですか？鶏パイタンか覚えれへんな。美味しいんですかね、食べたことないな。え、なに、あっさり系、なんかあれ濃い味。台湾ラーメンは、あ、辛いの？めっちゃ辛い？辛いの好き、好きやけど食べれへん。あ、激辛か。あー、わからんな。じゃあでも辛いの感じ方なんか人それぞれやもんな。いや、わからんけど、でも1位が味噌っていうの嬉しい、マジ共感。1位じゃないわ、わかる、めっちゃ美味しいよね。2位が豚骨、間違えた豚骨ね、醤油。じゃあ次豚骨食べてみよう。豚骨か塩かで迷ったんですよ、この前。鶏タイパン、鶏パイタン、うん、で塩にしたけど、なるほどね、 OK、 わかりました。 Thank you very much。 あ、15分経った。鶏パイタン、鶏パイタン気になるな。え、あれをなんか女性で食べたことありますか？女性の方辛い、めっちゃ、なんか
けるよっていう声があったらもうなんかすごい勇気ある、勇気あるちゃう、勇気出る。私いけたからお姉ちゃんいけると思うよっていう声があったらね。あっさりしてんの？あ、お店によって違うの？あ、鶏白湯はあっさり？あれ？何が辛いの？担々麺の話してた？もしかして噛み合ってなかった？うちら何が起こってる今？鶏白湯、鶏白湯と台湾ラーメンって別なん？あ、台湾ラーメンの中の鶏白湯やと思ってた。ん？何が起こってる？あ、別なんや。あ、なんやなんや、もう誰そんなこと言ったん？そういうことね。え、じゃあ食べてみたい鶏白湯。ちょっと言いたいだけやねんけど、鶏白湯マジメモっとこう、すぐ忘れるから。鶏白湯、はい食べるわ。どこにありますかね。まあ見つけるわどっかで。まあ今やってるかもわからんもの。じゃあ次は何にしようかな。アンケート、結構味とかも確かに何が有名、何が一番今皆さんが好きなのかっていうのはね気になるね。何やろ、これから夏やしな。あー、お寿司のネタね。あー確かに気になる。お寿司のネタめっちゃ出てくるんじゃない？やば、出てきそう。一番好きなやつってことやんな。最近いろんな種類食べれるようになったからな私。これキリあるかな。なんかマグロとかちょっとひっくるめてよ。好きなお寿司、すしはマグロ、エビ、サーモン、なんか大トロとかもマグロに入れるな。ネギトロとかもまあマグロに入れて、イカね、イカに缶やで、ウニ、ウナギ、これ好きな人多いんちゃう。うちのおかん絶対食べてるで。サーモン、あ、イクラね、イクラちゃん、タイ、アナゴ、アナゴ、縁側、やば、次ラスト、タコね、タコ、あ、タコの子ちょっとあれになっちゃった。やば、めっちゃあるで。12個もある。でも私はもうマグロ一択ね。はい、お好きな、ちゃうちゃうな、好きなお寿司のネタは
1マグロ、2エビ、3サーモン、4イカ、5位ウニ、5位じゃ5番ウニ、6番ウナギ、7番イクラ、8番タイ、9番アナゴ、8番間違えた10番縁側、11番タコ、12その他これこうちょっとカタカナになっちゃった。あとこう取りパイだね、忘れるからすぐ。私は絶対もうマグロよね。私お寿司屋さん行って一番に絶対あのあれ頼むね、軍艦のネギマグロ好きやねん。タコもうタコいじらんといて。そう、おんちゃんがマグロの解体ショーしてくれた時はもう私すぐ立候補したよね。あ、貝類いなかったな。え、タコ一番好きって買った。タコはなんかあのなんやろ、タコはタコ一番好きっていうよりもタコはなんかもう当たり前の存在みたいなイメージ。お店に行ってタコなかったらえタコないのみたいな感じになるイメージで、タコ一番好きやねんってなんか思い聞かんな。私でもこの中で食べれるのはマグロとタイとエビとサーモン、かな。アナゴを食べたことないな。ウナギもお寿司屋さんで食べたことないし、タコも食べたことない。イカは食べたことあるわ、あの大葉挟まってるイメージ。ウニもお寿司屋さんで食べたことないな。イクラもないな。ちゃんとね食べたことないな。あのね、そう挑戦しないんですよね、いつも。好き嫌いとか分からへん。好きなのかな嫌いなのかも分からへん。食べたことがないから好きか嫌いかを判定できてない。うん、食べたことないのね、確かに多いかも。でも別に生きてこれてる配信終わってさ、マネージャーさんとさ、この前目玉焼きの配信やった後に目玉焼き食べたことないって人初めて聞いたわって言われたですよね、私も出会ったことないですって。何て言ったか返したか忘れたけどって言われました。では締め切ります。好きなお寿司は1番マグロ、2番エビ、3番サーモン、4番イカ、5番ウニ、6番ウナギ、7番イクラ、8番タイ、9番アナゴ、10番縁側、11番タコ、12番その他。5、4、3、2、1。はいはい、これも大変だよ。え、マグロ1番分かってるね。次はサーモン、お兄サーモン、あ、12番その他、嘘やろ。まあキリないもんな、そんな上げ出したらな。はい、エビが4番。まあエビはだって甘エビとかさなんか入ってるもんな。でイカが、え、イカすごい上位、こんな上位ってびっくりしてます。イクラ6位、イクラ6位なんや。8位ちゃうわ、7位タイ、え、タイも結構あれやな。でアナゴ
ウニ、え、ウニもっとさ食べてるイメージみんな。え、ほんでウニいって、縁側でタコこの子ね。で、あ、うなぎそんななんや。うなぎが思ったよりマイナーでしたね。いや、マグロ1位はね、分かってるね、皆さん大好き。私もまあ大トロとかさ、中トロとかあるからな。マグロは確かに、まあ、王道なとこもありますよね。サーモンね、最近ね、めっちゃ脂乗ってるサーモンを食べたんですよ。めっちゃ美味しくて、サーモンがまた好きになりました。で、3位がその他。その他はまああれかな、貝類とか、あんまね、あ、かっぱ巻きとか卵焼き、卵焼き卵とかもここにあるから、まあそういうのを含めたらまあ3位。まあそれを抜いてのマグロとサーモンは最強ってことよ。もう総選挙でいう大島優子さん、前田敦子さん的な存在、もうキラキラーっていう存在で、エビ。エビは甘エビよく食べます、私。で、イカね、イカニカン千鳥さん。6番はイクラ。6番ちゃう、76位や。で、7位がタイ。タイもでもそんなお寿司屋さんで私食べたことないんですよね。お刺身で食べるぐらいかな。で、アナゴ。好き嫌いあるんや、皆さんも。9位がウニね。ウニ、ウニがもっと上かと思ってた私。マジ3位4位ぐらい入ってくるかなって思ったけど、意外にね9位なんや。で、10位縁側。縁側って何ですか。11位タコ。タコタコ。12位がうなぎ。なるほどね。って感じでした。あ、ウニ、ウニ好きくらいあんねや。そうなんや、ももだけじゃなかったよな。熱くない、なんかどんどん熱くなってくんねんけど、何、っていう。今日はそんな結果でした。ウニね、ウニ、ウニじゃあ食べたら皆さんに報告しますね。ではランキング発表します。13位アツさん、ありがとうございました。12位ちあきさん、ありがとうございました。11位まきさん、ありがとうございました。10位たかまさん、ありがとうございました。9位まゆかちゃん、ありがとうございました。8位まりやちょうがちこいさんまるももにわきちゅうさん、ありがとうございました。7位おぱあぽさん、ありがとうございました。6位たにひらさん、ありがとうございました。5位ディーバさん、ありがとうございました。4位どんぐりさん、ありがとうございました。3位富士さん、ありがとうございました。2位くまさん、ありがとうございました。そして1位うののしかさん、ありがとうございました。いいね、アンケートはね、あのね、人生のためになるね。もうこれ、あの、生きる参考になってるからだから次は3位、4位、エビをもっといろんなやつに挑戦したいと思いますではまた明日ありがとうございました。スクショ、バイバーイ。